こんにちは。今回は片平里奈さんのライブにお邪魔してまいりました。まずは腹ごしらえ。渋谷肉横丁。いや、すごいですね。足を踏み入れた途端もう肉のテーマパークですね。その中で私は宵の空というところに行ってきたんですけれども、なんとね、唐揚げがね、おかわり自由なんですよ。いっぱいいただきましたよ。あ、でこの肉横丁、面白いことにね、そのお店に入るんですけれど、他のお店から配達もしてもらえるんです。うずむ巻かれてる巨大ソーセージをね、注文して運んでもらったりしました。とにかく肉いっぱいいただきました。はさてさてさて、会場に移動です。渋谷のツタヤオーイースト、最高の仕打ちという弾き語りワンマンツアーの東京公演に行ってまいりました。なんとですね、今回私ライブ前の注意事項などをアナウンスする大役をやらせていただきました。もう誰だよお前みたいな感じになったらどうしようと思ってたんですけど、お客様が皆さん温かくてですね、もう楽しくやらせていただきました。そして片平里奈さんのライブです。もうね、歌声はもちろん素晴らしかったんですけど、その一人で舞台に立っている姿、もう感動しました。私片平里奈さんと同じ福島県福島市出身なんですけど、同じところからこうして東京に来て頑張っている片平さんの姿が生で見ることができて本当に良かったです。私もこれから頑張ります。そして今回も楽屋にお邪魔させていただきました。片平里奈さん、ありがとうございました。ではまた、富山えり子でした。